こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、松山記念競輪最終日12月決勝戦の予想を行いたいと思います。はい。えっ、ー、と、こちら4分戦になりました。えー、その中で、えー、一番ラインが長い3社。四国勢の番手を回る地元、渡辺哲夫を、えー、軸としたいと思います。 と、オターが、まあ、の引っ張りに乗って抜け出す。で、あえてオ田タは外してみました。で、えー、穴目としては、えー、山田秀明が、動きが、ま、縦しかないんですが、なんと不気味で、村上博之を番手を回ってるんで、この両者が気になります。 では、詳しく話したいと思います。12レース決勝戦はご覧のメンバーですね。SQS 班から村上博之と平原光太が乗ってきました。武田陶之は残念ながら敗退。浅井光太は二次予選で落車となってしまいました。SQS 班があの結構出てただけに、まあ その辺は残念なんですが、2人残りましたね。ただ、この2人、そんなに調子は良くないみたいなんですよね。むしろ、あの軍事康平とか、えー、山田秀明とかが、どうも調子、良いようにかん感じますね。 地域型では、大田もそんなに良くないような気はするんですよね。はい。えっ、ー、と、オッズは飛ばしまして、えー、並び見てみましょう。ご覧の4分線ですね。えー、まず、えー、っと、そうですね。基本的にはラインなんですが、山田秀明短期なのかなと思ったら、 村上博之がここの番手を選びました。お互い短期同士ではなく、ライン組むことになったんですね。これは何を意味しているのかと考えると、一つは村上博之の調子がそんなに良くないから、逆に調子の良い,い山田秀明と、に乗る形をと,とってチャンスを、チャンスがあればというのが一つ。もう一つが、 そうですね。まあ、山田の、山田が最近積極的になってきているところと、やっぱり西日本というくくりで、という形を取りたいのかなとも思,い思うんですね。 さてですね、バック回数は大田が圧倒的ですね。特にあの前場所の玉の記念で、<laughs> え、アタケサトシを引っ張って優勝、優勝に導いたことは記憶に新しいですよねあ。大田がこんな普通な先行するんだっていうのは逆にびっくりしたぐらいで、まあ見直しました。 ホーム回数はバック回数も圧倒的で、そのへ続く存在となると、えー、バック7回の軍司公平、バック3回の山田秀明になっちゃいますからね。うーん、ラインが3社ってこともあって、大田の先行は硬いんじゃないかなと、今回は思います。まあ、G1 目指しているのであれば、 極局的な競争をここは大田にもしてほしいというのはありますね。え、えー、っと、そのためにはまあ大田普通にはうし後ろ攻めで、玉野みたいに前を取らずに後ろ攻めから、あの、再選考っていう形がいいのかとは思いますが、ここで、 まあ、S 取る回数が結構ばらけてるんですよね。ただ、私は、村上博之が取って、九州が前回りじゃないかなと思っております。もしくは、まあ、難関か、平原がもう前行っちゃうというケースはあるかもしれないですね。 前々で活路を引い出し見出したいということで。平原大概はですね、中断で、で、あの、誰が動いても即あの対応できる体制というのを気づきたいとは思うんですが、それって足を使う行動で、やっぱり平原足落ちてますからね、そうなった時に、そ中断取って切り替えて最後まくりというのが、 簡単に決まるようになってないんじゃないかなと、平原、思い始めてるんじゃないかなと思うんですね。で、なんで、うん。平原か山田が前取りじゃないかなと思いますね。まあ、軍事もないわけではないです。 ね、大田が後ろから押さえていく。もしくは大田中段で、山田村上がうし後ろ。もしくはもう平原がそこに、えー、っと、大田、えー、っと、四国の三者の後ろに最初からつけてしまうというのもあるかと思いますね。誰なら山田と郡地、そんなに横使うタイプじゃないですし、 な、最初から中断であれば、まだまくり、追い込みなら活路あるのかなとも、あの、考えるかもしれません。どちらにしましても、太田が先行。そうですね、中断はやっぱり平原が取るのかなと思いますね。まあ、軍事の可能性もなくはないんですが、軍事があの強気に、 行けば、そこは可能性はないかと思うんですが、渡辺にせるようなことはまずない。中断の取り合いになるんじゃないかなと思います。山田は、あの、そういう取り合いはあんまりしないんで、まあ、木を見て仕掛ける流れになるんじゃないかなと思いますね。え、おっなんですね。一番人気は軍事 中村ですか。うん、平原がついに一番人気が外れましたね。またですね、太田でもおかしくないんですけど、太田の調子がそんなに良くないと思われているのか、あまり人気ないですね。むしろ渡辺の方が人気がある。ただ、うん、渡辺もっと人気集中するの、もっと人気集めるのかな。まあ集中はしないですね。平原や郡司がいるんで。 そ村上博之や太田もいるんで、集中はしないんですが、ある程度穴人気になるのか、までなるんかなと思ったら、案外そうではない。まあ、その代わり、幅広い点数が求められるのか、17より18の方が人気なんですよね。太田が逃げると逃げ潰れるぞというのは、やっぱりっファンの方の思いとしてあるんじゃないかなと思います。 あとは、うん、まあ、平原、もっと人気になってもいいんですけど、やっぱり、最近の情勢から比べると、厳しくなってきているのかな。むしろ、軍事の挑戦の良さを買っているのかなという気がします。やっぱり、山田は立ち回りがそんなにうまくないという見方がされるんで、あんまり人気ないですよね。 それを、あの、踏まえて予想したいんですが、まあ、あの、誰が中断を取ろうとしても、結局、大田が逃げて、4コーナーまでは引っ張ってくるんじゃないかな、と思います。えー、なので、まあ、結局、あの、やっぱり地元勢は、気合に乗ってるでしょうから、さらに、 今回、渡辺哲夫の後ろには、橋本剛もいますからね。ええー、まあ、それだけ大田も積極的になり得るということで、えー、地元、渡辺の抜け出しを軸にしたいと思います。えー、っと、本線は、そうですね、えー、っと、橋本剛とのマッチレースと、えー、まくり、 調子の良い,い軍事が本戦。次に、うーん、最初から中段を回っているって、軍事を後方に置いた場合の平原ですよね。まあ、それしか、それか前、前を取って、あの、足を使わそんなに使わず4番手を取るか、という場合の平原ですね。 そしてですね、あのー、軍事が中断取ったとしても、仕掛けるタイミングがパッとしないと、中原も調子いいですからね、中原博士も、あの、コースをついて突っ込んでくる、番手番手の位置さんはあると思います。まあ、ただ、位置的なことから考えたら、渡辺をかわすまでは至らないと、 思います。それから、山田村上は人気ないですけど、スピード一本にかけるんで無視できないですよ。なんで、こうなりますね。え、折り返しは、えっ、ー、と、渡辺一本。えー、折り返しは橋本剛軍し、司公平。一応、平原公太。それから、二着付けとして、 中村博山田秀明、村上博之ですね。そして、えー、穴、穴目として、そうですね、大田が、普通に逃げればいいんですが、切り合いになって、軍司とか平、ひら、ひも、そのゆっくりなペースになったら、後ろ、やっぱり、岡、連れてますからね。 もしかしたら積極的に行くんじゃないか。そんな時に、えー、っと、結構もつれるんで、まあ、そうなったら軍地、軍ん中村5 3三5もあるんですけど、むしろ、あの、山、もつれた時に、もう足を使わずに一発ね、かける。やっぱり、軍地は多少一度いの要素があるんですけど、 山田はそういうことをしないんで、山田がこう、あの、最後にスピードでやってきてというのはあるかと思います。だから本来、うん、41もいるかもしれないですよね。2442、えー。こちらは穴として、えー、見たいと思います。で、大田は、やっぱり2、 残るような先行した場合は結構他に付け入れられるというのと、やっぱり G1 とかこれからのことを考えると、まずはひあの、逃げてどこまで粘れるかっていう競争をしてくるんじゃないかなということで、あえて外してみました。調子もそれううほど良くないですからね。 自分の仕事をして次につなげるという競争になるんじゃないかなと思います。はい、えー。以上が松山記念の決勝戦の予想でした。松山記念の日は、の松山競輪場ではルーキーチャンピオン113期ですね、えー。こちらも行われます。えー、非常にあの、6つの 6つに分かれる超小間切れ線。もちろん全員が自力持ってるんで、これはちょっと、あの、当て物になってしまうんで、そういうのは、えー、っと、私は予想しませんでした。あの、ただ、多分多くの方が、まあ、祭りだっていうことで予想されると思うんで、あまり祭り事好きじゃないんで、まあ、祭り事だということを予想されている方、 もあの参考にしてみてみくださいやっぱり私、まあ、あえてあげるのは宮本かなという気はしますね。はい、えー、以上。松山記念競輪決 S 級決勝戦の予想をお送りいたしました。えー、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録が非常にあの動画の励みになります。 また、えー、この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間にいましたら、えー、見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。